今までの講義を、図でまとめてみるとこんな形になるのかなということで、とりあえず叩き台として私の方で作らせていただきました。で、実際にこれ使っていただいて、まあ、なんとなくこう使えるのかなとか、ここが使いにくいとか、その辺をまた皆さんに教えていただきたいなと思ってます。で、まず簡単にちょっとご説明しておきます。1枚めくっていただいて、その文字がいろいろ書いてあるところですけども、まず、食材や料理の味わいを確認するということですね。お醤油を加える前の食材自体が持っている味わいだとか、あとはまあその食材を使って料理もしてますので、その料理の味わいが一体どんな味わいなのかと。これは大越さんからもお話ありましたように、多分皆さんも無意識に理解されていると思うんですけども、一旦こういう図に落としてみて、もう一回確認するという意味でチャートを作りました。で、2つありまして、1つは味わいの特徴です。これは後で次のページにチャートあるんですけど、チャートの形に現れます。この食材とか料理がどんな特徴を持っているのかというのが形になって現れます。それから2番目は味わいの強さです。で、これはチャートの面積の大きさで現れます。なので、まずはチャートにそれを落とし込んでいただいて、どんな形でどんな大きさになっているのかなということで、その料理の味わいというのをまず確認していただくという作業になります。で、ゴミと辛味、それから脂質と油性っていうのがあるんですけども、脂質と油性がちょっと分かりにくいかと思うんですけども、脂質っていうのは素材そのものが持っている、脂身の脂質ですね。で、油性っていうのが、料理でバターとかオイルとかを使った時に調味料でその、油が出てくるものということで一応分けています。で、2番目、料理の完成形をイメージする。これも大越さんからもお話ありましたように、同じ食材でもいろいろ、まあ、マグロも味が違いますし、じゃあそれを、どういう料理に持っていきたいのかというイメージによって料理って変わってくると思いますので、まあ、食材自体が持っている色だとか風味を生かしたいのか、それとももっと旨味を増したいとか、スパイスを効かせたいとか、さっぱり食べたいとか、どういうふうな料理にしたいのかということのイメージを、自分のイメージをまず作ってみるというのが2番目ですね。で、3番目でペアリング方法を選ぶということなんですけども、これも学んできたゴミのペアリング、同調のペアリング、中和、風味、テクスチャーのペアリングっていろいろありますけれども、まあ、そういうペアリング手法を使って、自分のイメージに近づけるにはどうしたらいいのかということです。で、そのために、どんな醤油を使うのかということで、料理と醤油のマリアージュというのを考えてみました。で、次のページが料理のチャートです。で、これ、まあ、羅針盤のようになっているんですけども、円が1、2、3、4、5ってありますんで、まあ、これ自分の感覚で、例えば酸味が1とか、旨味は4とかいうことで、こう点を打っていただいて、それで料理の特徴と強さというのをここに、図にしてほしいと思います。で、次のページが醤油です。で、醤油の種類、これは万太郎さんの方からご説明あった通りですね。で、その醤油の左側の方が、白醤油とか薄口醤油になってますので、食材とか料理の、持っている色だとか味わいを生かすという形になって、右側の方が、再仕込みとか、そうですね、たまりになってますので。醤油の色だとか味わいをそこに、添えていくというようなことになっていくかと思います。で、次のページ見ていただきますと、醤油のチャートというのがありまして、これも大越さんの方からご説明いただきました。しょっぱさとまろやかさ、それから縦軸が濃厚さとあっさりというところで、5段階でそれぞれの醤油を、ポジションをそこに記しています。で、もう1枚めくっていただいて、料理と醤油のマリアージュチャートですね。で、これが、先ほどの料理と醤油というのを重ね合わせたものになりまして、で、ペアリングの作り方がそこに出てますけれども、これは金魚さんからのご質問でもありましたように、ちょっとペアリングっていうのは単純にどのペアリングだけっていうことではないので、まあ、組み合わせになっていくかと思うんです。ちょっと大越さん、その辺ご説明いただけます。ペアリング、はい、ペアリングの、はい、このペアリングだけってことではなくて、もう少し組み合わさったり。そうですね、あ、そうです。
ペアリングに関しては、先ほどもちょっとマグロの例えばの話をしましたけれども、赤身と中トロと大トロといろんなこの醤油の可能性が出てくるというところで、なんでそういう可能性が出てくるのかといいますと、ペアリングってこの5つのペアリングをご提案はしてますけれども、1つのペアリングを作るにあたって1つの、ペアリング理論だけしか使わないわけじゃないんですよ。最も一番分かりやすいのは中和のペアリングというのは、タイお料理の油分の油脂性に対して醤油はやっぱりこうそれに対応できるだけの強さが必要になってきたりします。いわゆるこう白醤油がなんで素材感を生かせる料理ような使い方ができるのかというと、素材感を生かせるというようなお料理に関してはそんなに味わいの強いものはないですよね。特に油脂分に対して強いものがあまり存在しないから、ああいうスタイルの香りでいいんだと思う。でやっぱりこう味わいが例えば大トロみたいにかなりこう脂が油性が乗ってるものに対してすごいあっさりしたお醤油をかけても大体こう醤油の風味が負けてしまったりというところで、どうしてもその脂分の強いものに関してはもうちょっと粘性があったりとか味のが濃かったりとかそういうようなお醤油が必要になってきちゃうふうになってます。だから油性に対してのお醤油の味の強さって結構重要だなというふうに思ってるんですね。でそういったところの中和性っていうのはあるんですが、それ以外になぜこう赤身、特に赤身というのはその鉄分が豊富なこう風味を持っていたりとかもしまして、そういった鉄分が豊富なものがですね、ものがその醤油のちょっとこう同じようなお醤油から出てくるようなそのお醤油らしい、いわゆるこうメラル系のああいったキャラメルような香りとの相性がとっても良くてっていうような世界観もやっぱりあると思います。そういったこうフレーバーをのこのハーモニーみたいなものを楽しめたりっていうのもありますし、照り焼きみたいに表面をカリッと焼いてるから、だからこうちょっとたまりみたいに甘いものの香りとの相性が、香りと香りの相性が良かったりとかっていうようなところもありますし、中和性だったりとか香りの相性だったりとかっていうような、そういったところってやっぱりこう同時に出てきちゃったりもしますんで、これなんともこう一つのペアリングだけっていうような方向性ではなかなかこうペアリングっていうのは決まっていかないというか、実質ワインとか日本酒で一つのペアリングを作るときは2つから3つが一つのペアリングの中にその考え方が取り込まれています。そうやって一つのいいものを作り上げているという感じなので、いろんなですからものの考え方ができるし、いろんな方向から入り込むことができます。それでバランスさえ取れていれば美味しいとは思うんですけど、なかなかこうですからこう単純にこれだけというような話では、ちょっとなくなってくるというか、それだけだとちょっと偏ってしまう時があるというか、土地のバランスだけ取れているのにハーモニーが全然良くなかったら美味しくない。油と油分とのバランスが取れているものを選んだとしても、基本的に例えば酸化しているお醤油なんかまさにそうです。酸化しているお醤油は味のバランスは取れます。味のバランスというか対脂質に対しての濃さは取れます。でも風味は良くないので風味のバランスが取れないんですね。風味のペアリングができないんです。風味が良くない時点だから、なんかそういうようなその場合はね、あまり良くない醤油の場合ですけども、これがちょっと変わったフレーバーをしている、同じ濃い口でもいろんなフレーバーがあるので、そのフレーバーによっては濃い口の味はいいけどフレーバーはこっちの方がいいよねって世界観が絶対出てくるはずなんですよ。それの点もペアリングというふうな点で考えていくと、一つのペアリングで一つだけという理論にならないというところは、一つこうちょっと押さえておいていただいた方がいいかなというふうに思います。で次のページめくっていきますと、ローストビーフの事例をちょっと書いてみました。でこれローストビーフ皆さん実際試食していただいたんですけれども、ローストビーフ、これちょっと私のイメージで点打ってみたので、うまみはあるなと、ということと、あと全体の面積が次のページのステーキと比べると小さいんですね。割と素材は、そんなに強さはなくて、素材が持っているうまみだとかフレーバーとか、繊細なところがあって、なので醤油でうまみを足すんですけれども、足すときに再仕込みとかたまりとかの強すぎるものだと、せっかくのその繊細なうまみっていうのが死んでしまうと、かき消されてしまうということで、濃い口醤油ぐらいがいいんじゃないかなっていう話があったと思うんですけども、あとこれ見ますと例えば辛みとかのとかないのでホースラディッシュよく使ったりしますよね。これは多分ゴミを整えるってことで、あと塩コショウしたりして塩味のとこを加えたりだとか、あと酸味のとこでレモンとか柑橘をちょっと絞ったりとか、多分ゴミを整える意味でそういうアクセントをつけてるのかなという感じがしますので、
まあ、これも、どういうふうなローストビーフ食べたいのか、さっぱり食べたいのか、もう少し旨みが濃いものを食べたいのかっていうことで、まあ、調理の仕方があるのかなと思います。で次のページが、ビーフステーキです。でビーフステーキの方はかなり旨みが強くて、強さもあってテクスチャーもあって、で油油性、脂質もあるということになりますので、これの旨味を増すときに濃い口だとちょっと弱くて負けてしまうので、まあ、再仕込みぐらいが多分ちょうど合うんじゃないかなということだと思います。でこれも、まあ、ゴミを整えるということで、何かこう加えたりっていうこともあると思いますし、ソースですね、さっぱり例えばそのそれこそポン酢で和風で食べたいのか、まあ、こってりとしたソースで食べたいのかって、まあ、イメージによってどういう味を加えてどういうマリアージュをしていくのかっていうのが変わっていくのかなと思います。例えばここにビーフステーキが一つあります。でそこに例えばわさびを入れたりとか、ホースラディッシュを入れてそこにお醤油をかけようとして食べようとするじゃないですか。でわさびとかホースラディッシュを入れることによってこっちのこの辛みのポイントがちょっと上がっていきますよね。で辛みのポイントが上がると同時に油性がちょっと減るんですよ。お料理として醤油をつける前に、だからそこの時点でちょっと形って変わるじゃないですか。だから余計今度はない時とある時とでちょっと形が変わるっていうところもちょっと念頭に置いておいてください。料理なので何か一つを付けなした時点で味は変わります。で最後にそれをつけた時にいわゆるコースラディッシュとかわさびを添えている状態の、ビーフステーキと添えてない状態のビーフステーキでは味のバランスが変わってくるんですよ。だからつけてない時は濃口再仕込みがいいけど、つけた時は濃口でも美味しいっていうパターンになり得るじゃなり得ます。全体の味わいの強さがちょっと軽減するからつける。料理ってそういうものですよ。なので添え物も料理なので添える添えないでまた味が変わってくる。でそこがこのチャートの面白いところになっていくと思う。分かれた時です。余韻の長さっていうのは余韻の長さは、まあ、ちょっと難しいですね。余韻の長さが味の強さを作るのか作らないのかっていうとはかなりこう難しいです。それはその範囲なる油性とか脂質とか、味の強さという部分が引っ張っていってるか引っ張っていってないかだけの話になっているというか、そっちが弱くても余韻の長いものっていっぱいあるじゃないですか、和食みたいに。だからそれが上の方の方が引っ張ってない状態で下が長いと和食みたいな優しくて余韻の長いの、引っ張っていってると強くて余韻の長いの、引っ張ってなくて下が短いと強いけど余韻で短いものっていうか、アタックにしか味がないもの、あまりこう踏みとして伸びていかないものっていうんですか、っていうような感じなので、ここの自身は必ずしもその味わい全体を強くしている要素にはならない可能性もあるという、強さはどっちかというと上半分というか左上の方が引っ張っていくようなイメージが強いかなというふうに思います。まあ、なのでそちらの方が強くなると甘口濃い口たまりが良くなる。結局こう味がお料理の味が強くなっていくとそういう強い醤油が必要になっていく、弱くなっていくとそういったものが必要になって、その甘口だったりとか白醤油が良くなっていくわけですよ、というようなイメージで持ってもらって、ここが分かりやすいと思います。はい、分かりました。これを皆さんにどういうふうに作られてきてもらう、はい、そうですね、後ろに2枚ついてますので、皆さんので実際に試していただいて、まあ、料理のさっきのチャートの図形をまず書いてみていただいて、でそれに対してこの醤油を使ってみたらどうだったということで再確認していただきたいと思ってます。で本当にこのちょっとチャートはかなり苦労してうんうんなって作ったもんで、完璧なものではありませんので、叩き台として作っておりますので、逆にこういうチャートをもう少しこうした方がいいんじゃないかとか、作ってみたらこういうところがためになったとか逆に分からなかったとか、そういったことを、まあ、最後次回お聞かせいただいて、で皆さんの意見をもとに完成させたいと思ってます。はい、ということでいよいよ、はい、これだけは絶対やらなきゃいけない、はい、それでは問題用紙配ってください。